なぜありとあらゆる健康番組は野菜を食べることを勧めるんだろうか。それな、僕にとってはむしろ健康を害する味にしか感じられないというのにね。それだ、それだ。画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、ピです。本日3月29日12時より、でも情報めっちゃ出てるんで、ご一緒に見ていきましょう。あ、もうここからですね。はい、ビビットバタスクワットファーストシングル未来フライヤー発売中、こちらどうぞよろしくお願いいたします。予告 1.5 周年記念限定ライブ衣装セットの販売について見ていきましょう。3月30日あ、プロ世界か逆、 1.5 周年記念限定ライブ衣装をクリスタルショップに販売。 1.5 周年、あー、復刻みたいなもんですか。さあ、予告海外版限定ライブ衣装セット、これね、女性の女性の衣装すげえ欲しいんだよな。4月11日までです。海外版限定衣装セット、優勝クリスタル1500で、レディースエレガントスタイル、メンズクラッシースタイル、こちら販売されますのでよろしくお願いいたします。3月30日12時から4月11日までになっています。さあ、ここからですよ。予告 2.5 周年記念ログインキャンペーン、 2.5 周年記念10秒無料ガチャ開催について、3月30日12時より 2.5 周年ログインキャンペーンが開始されます。こちらキャンペーン期間中にログインした方全員に感謝を込めてクリスタル3000、そして最大2.5 周年記念10連無料ガチャチケットが7枚です。だから80連分無料でログインするだけでプレゼントされます。まあ、どういった形式でもらえるのかって言ったら、初日にクリスタル3000、そして10連無料ガチャチケットが1枚もらえます。で、そこから6日間、計7日間ログインすると、毎日10連チケットが1枚ずつもらえるといった感じになります。はい、このログインキャンペーンの期間が3月30日12時から4月12日の3時59分までとなっています。つまり、この中で7日は絶対ログインしなきゃいけないです。まあ、ここだけ覚えておくと、10連チケット取り逃すみたいなことはないのかなと思います。で、そのチケットを新たに開催される10連無料ガチャの方でチケットを消費して引くことができます。こちらの無料10連ガチャに関しては4月30日まで開催されていますので、まあ、チケットだけ取っておいて、4月30日くらいまで耐えて、まあ、引いてもいいのかなと。僕、前回の無料チケットは、26日くらいまで耐えてましたね。もうほぼ忘れてたんだけど、チケットだけゲットしてガチャ引かないっていうちょっと危ないことをね、仕掛けてたんです。はい、予告 2.5 周年記念クリスタルショップが開催されます。まあ、こちらは普通に課金するよりかは絶対お得に課金できますよっていう記念セットたちになってます。4月11日まで、セット内容、優勝クリスタル1500個使うと、ガチャチケが5枚、重いのかけら300だったり以下のボーナスが得られる、そしてスタンダードセットになるとガチャチケットが10枚もらえて、かけらが1000、練習用スコア上級が10枚もらえたり、ボーカルカード1枚ついたりしてます。そしてデラックスセットは1回6000円です。こちらガチャチケット20枚。プラス思いのかけら1000だったり、願いの雫が3つ。プレミアムです。9000。優勝クリスタル9000で。ガチャチケット30連分。雫5。種150。なんだこれ。あ、終わり。プレシャスないんかい。いや。デラックスときたら、プレミアムの次プレシャスやと思ったら、ここまでですね。そして 2.5 周年記念セールも開催されます。販売期間こちらも4月11日までとなっていて、3000課金すると500個プラス、4900円の方を課金すると850ボーナス、そして1万円課金すると1800個ボーナスがもらえます。こちら各1回のみの課金になりますのでよろしくお願いいたします。情報多いな。予告 2.5 周年記念、保証メンバー確定、プレミアムプレゼントガチャが開催されます。こちら一度限りのガチャになっていて、ガチャ引くと、全キャラクターの衣装がセットとして獲得できるとなっています。まあ、今までこの全キャラ対象の衣装っていうのはキャラクターランク上がらなかったんですけど、だいぶ前の大型アップデートでこういった衣装もキャラランに反映されますので、引くだけでキャラランも上がるという仕様になっていますので、割と重要になってきましたよね。予告 2.5 周年記念ベストコレクションガチャとは見ていきましょう。3月30日12時より開催されます。こちら星4メンバーが1人確定で出現します。そしてその出現する星4メンバーは2023年2月27日から3月2日までに実施したおすすめ星4メンバー募集するアンケートにて募集したキャラクター、全キャラクター26名のうち1人が確定でゲットできます。よろしくお願いいたします。さらにガチャを引くと思いの準決勝が1つセットでゲットできます。うん、クッソお得です。よろしくお願いいたします。しかもこの出現するメンバーというのはもう選び抜かれた精鋭の各工場キャラクターの一番人気のキャラクターが出てきますので、もうイラストアード確定ガチャと言ってもいいと思います。ちなみにアキトが出た場合はこちらの、はい、なんかなんで怒ってパンケーキのせいみたいなやつが出てきます。世界へようこそ大作戦。はい、これねまあまあグロい企画ですね。コメント欄見た感じ、みんなもう親使うわとか親つか兄弟使うわみたいな感じになってたんですが、
こちら友達招待すると星4メンバー確定ガチャチケットなどの報酬がもらえると。友達招待しなきゃいけないんだよこれ。まあ、結構キャンペーン期間長くて4月20日までとなっています。で、確定ガチャは5月20日まで使えますといった感じになってます。よろしくお願いいたします。まあ、手順は3月30日までチュートリアルをクリアしているユーザーのみになりますが、招待キャンペーン画面にあるあなたの招待コードを友達に伝える。で、招待コードを入力した友達が招待ミッションを全てクリアするとゲットされます。よろしくお願いします。来ました来ました来ました。イベントは公共する街の片隅で。さあ、来てしまいました。チアフルカーニバルイベント。そして、イベント期間3月30日から4月9日20時59分までとなっています。アクアリウム好きな魚。朝日生冬今回イベントキャラに入ってないはずだけど、金魚かグッピーか知らんわ。ごめんごめんごめん。知らん知らん。金魚飼ってたわ。言われてみれば俺。子供の頃金魚うちにいたわ。こちらタイプボーナスハッピーとなっていて、キャラクターボーナス日の森志保。白石庵、草薙ねね、篠宮奈、初音ミク、レオニードとなっています。で、メンバーボーナス星4ですね。音と音を合わせて、日の森志保、お使い中の出会い、白石庵。はい。ちょっと、まあ、次行きましょう。感じたものを絵に、篠宮奈、初めてのストーリーと初音ミク。ってことは、星3報酬には草薙ねねちゃんが確定してるのかなと思います。まあ、ちゃんとねねちゃん報酬、ずっと報酬だな。いいね。これはちゃんと鳴らされていってんのかなと。お使い中の出会い、白石庵。フェス、パラフェスで、白石庵。頭が。アンちゃんとオッピちゃんのお使い滑走曲。はい。ぜひ、イラストお待ちしております。やかましいわ。もうだって逆にここまで行くと、なんなら狙って一番引きたいまであるわ。白石庵。前回のゲレンデから3ヶ月経ちましたけど、まだ控え室にゲレンデいるんでね。控え室見るといつでもゲレンデを拝むことができる。はい。といった感じで、こちらハッピータイプのイベントになっていますので、まあ、編成も後ほど組んでいこうかなと思っています。そして最後の予告、2.5 周年記念カラフルフェスティバルガチャ。開催について、これ。神々しすぎない？フェスゲンに選ばれたのはリンレン。3月30日12時よりカラフルフェスティバルガチャ開催されます。カラフルフェスティバルガチャとは 3% の2倍の 6% になります。そしてフェスゲンにはフェスティバルスキルというものがつきます。さらにこのカラフェスを引くと4月4日より開催予定のヒラヒラタユタウ乙女ガチャに登場する4人の期間限定メンバーも先行登場いたしますと、よろしくお願いします。カラフェスの開催期間は3月30日から4月4日、5日ぐらいあるのかな。3月は31日までありますので。はい、フェスゲン、リンちゃん、仲直りの架け橋、祈りのホーリードレス 140% になってます。君のためのエール、かぐみで願いのホーリーコート、こちらも 140% になってます。そして先行登場する期間限定の新メンバー4名、音と音を合わせて日の森志保、お使い中の出会い白石アンいや、武者震いだし別にビビってねえし。感じたものを絵に、首脳の目、エナ、初めてのストリート初音ミク、よろしくお願いいたします。こちらのメンバーが先行登場して4月4日からは通常の期間限定として登場いたします。4月4日から引くガチャに関しては確率が 6% から 3% に戻りますので、まあ、ここは絶対に把握しておいた方がいいのかなと思います。はい、編成組ませていただきましたが、レオニミクに関しては発散ございますので編成に加わるのかなと。そして僕は総合額30万超えました。一応ねねちゃんとしほちゃんに関してはスペシャルスキル持ってましたので、まあ、ガチャで引けない限りはこの編成になっていくのかなと。で、引いたキャラクターと交代って感じになっていくのかな。はい、よろしくお願いします。ちなみにその他で言うと、星3ですとエノナンねねちゃんございます。で、星2まで行くとしほちゃんあんちゃんございますので、まあ箱イベと違って編成組みにくいかもしれませんが、臨機応変にまだ組めるのかなと思います。はい、といった感じでペラペラ喋らせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、私震えてますね。震えてます。3ヶ月前にあんなに白石あんちゃんとゲレンデ行ったのに、次お使いですかと。まあ、視聴者さんの中にも期待してくださってる方いると思いますが、まあ、それをガチャ引くまでどうなるかわからないので、動画が良ければチャンネル登録お待ちしております。明日からもどんどん情報、ガチャ、楽曲、エイプリルフール、プレイしていくと思いますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。